はい、ティアンディ新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。バカよあなたは新藤辰巳ですということで、今回は M1 グランプリ1回戦、挑戦した方いっぱいいると思いますし、そこで敗退した方も山ほどいます。そしてその敗退した中でこれは手応えあったぞと、これは受けたぞという中の人でも敗退をしていることについてね、ちょっと喋っていけたらなということで、今回ね、あの動画やっておりますね。まあ昨年ね、バカよあなたはね、M1 グランプリ1回戦敗退をしてしまいましてね、再挑戦も、惜しくもかどうか知らないけど漏れるという、まあ言うならば平等な審査なのかもしれないし、バカよあなただったら再挑戦で絶対できるよとかね、まあそういうのも言われていましたけども、もともとがちょっと希望の日程が1日しか希望を出せなかったので、多分そこは埋まってたから、多分その日程にはできなかったので、選択肢をこちらが提示していれば多分ひょっとしたら再調整できたのかもしれないなと後に思ったりもしましたけどもね。M1 グランプリね、めちゃくちゃ難しいんですよ。皆さんご存知の通りでございますけど、周りのね、若手芸人の人だったら、毎年2回戦に行ってる人が、ややこしい情報を吹き込むがあまりに、1回戦で敗退が非常に屈辱的に思う方いらっしゃると思うんですよ。なぜか M1 グランプリ2回戦に行くだけの方、要するに3回戦行かない、もう毎年2回戦に行くの方は、なんか、1回戦なんで誰でも通るでしょ、みたいな。1回戦なんで声大きけりゃ通るでしょっていう感じのね、余裕ですよ感を出すがあまり、なんか都市伝説みたいな情報を周りに言うことによって、M1 グランプリっていうコンテンツはでかいから、ちょっとした情報でも集めたいという欲求がある人が多いがゆえに、それを信じ始める方がいますよね。だから本当に面白くてライブシーンでも支持をされていて、まあ、M1 グランプリっていうのは1回戦年一ですからね、いつも通りのようにやっても思いのほか受けた割には評価が行き届かないとか、多分全体の点数の何点以上が2回戦に行くってひょっとしてなってるのならば、まあ、日程によっては面白く見えて点が高かったり、直前に競合がいたときは、本来なら、例えばじゃあまあ、わかんないですけど、例えば80点合格だとした場合、79点だったら敗退なわけじゃないですか。80点だったら合格な、ってなるわけですよね。ってなったときに、前にいる組が、まあすごく面白いのが3組くらい続いて、それがまあ、94点ぐらいを出してたと。94、95、93点ぐらいの3組ぐらい出してたと。で、そこの次に、昨年、毎年、80点ギリギリぐらいの人が出た場合は、78点ぐらいつけられることだってもう、絵的にはあり得るわけですよね。だから、あれ、いつもより受けたとか、いつもより手応えあったのに、この流れのね、受けの量も、あったからね、お客さんもどんどん盛り上がってきた中で、お客さんが温まった中で、いつものやった。でも、競合が続いた。だけど、受けは普段よりもあったが、流れ的に点数がちょっと低くつけられてしまったなんてのもね、絶対にあると思うんですよね。それは別に M1 グランプリに限らず、普通の笑いライブでも、いつも鉄板のネタやってる投票ライブで1位取っているけれども、出順とかお客さんの人数で変わってくるんですよね。これが生ものの難しいところで、まあ本当に95点以上とか80点合格で毎回95点以上取ってる人はもう絶対に受かってるって結果形になっておりますけど、毎回95点を叩き出すってことは、それ相当の苦労をしていて、結果的に1年に1回そこのイベント M1 グランプリだけで注目するお客さんがここ毎年余裕で受かってるねっていう言葉を言ってしまうから、それがこだまして、あ、1回戦イコールそんな大したことないみたいな見られ方しますけど、純粋に1回戦はやっぱりめちゃくちゃ難しいと思いますし、受かんない時なんてもう
どういう手を使ってもこれ受かる気しないぞ、そして本当に受からないぞっていう時期は確かにあるんですよね。で、勘違いしないでほしいのが、この M1 グランプリで都市伝説みたいな、誰でも受かるよとか、声が大きければ受かるよみたいのを言ってる人ってやっぱり2回戦だけ行ってる人か、出てない人に限りますね。ちゃんと言ってる人とかは言わないですね。そんなわけないですから。それはね、昔いろいろな説ありましたよ。ボケが何個以上入れたら受かるとか、声がこのぐらい大きいと受かるってなってる時に、実際にその人たちは受かったとは思うんですけど、それはなぜか、そこまで分析してネタもブラッシュアップしてるから、相対的にネタが面白くなって、その自分の中の都市伝説も信じてやってたのが受かったから、ほらネタのボケ数を何個以上入れたから受かったって言っているだけで、それはボケ数で受かってんじゃなく、場数で受かってるだけの話であって、現場受けとその本来の合格基準を大幅に超えたいいネタに仕上がってたっていうだけで、いいネタだったら声ちょっと大きめに言ってもそれはちゃんと受けるかもしれないですし、したらほら声が大きいから受かったでしょとかっていうね、いろんなね言われ方があるので、なんか M1 グランプリ1回戦で敗退するイコール非常に居心地が悪いとか、それも実際あるのよ。僕は去年1回戦のうち非常にこの1年間生きてて辛かったですよ。ちょっと本当に。普通に生きていても横やりが入るのよね。M1 なんでもっと頑張んないんですかみたいな。いや、もう頑張るかどうかの結果は、もうこっち次第なので、ほっといてくれみたいなところあるじゃないですか。来年は応援してますとかいう書き方じゃなく、あまりにも熱をこもってしまうお客さんは、何やってんですかとかね、いろいろ言って、それがザクザク刺さってきて、本来は別に M1 の敗退とか気にせず活動しようと思ってたのに、周りのヤジによってちょっと傷ついてしまうとかもあるのよね。でも僕は絶対的に言えるのは、すごく面白い人でも1回戦敗退する人は山のようにいます。それはやっぱり知名度とか、まだライブシーンで名前が通ってなかったり、新しすぎるが表現なゆえに、評価する基準がまだわからないっていう人が、偶然あまり得点を獲得できずに落ちてる人ってのは実際いると思うし、だからこう年月を追ってね、ある程度お客さんが賛同率とか上がってきては、お客さんの笑いがより上がってきて、あ、これはただものじゃないなっていう、新しい表現をするときに、やっぱ現場受けが他よりも基準値達するぐらいじゃちょっと許されないときあるのに、圧倒的に受けるとか、でも圧倒的に受けても、あれこれ身内呼んだんじゃないって思われたら点に響かなくなったりとかするときもあるし、でも同じ芸風でコツコツやって7年目ぐらいの挑戦でやっと評価に至るって時もあるんですね。それは、まあ、回り回って、その人の芸風、芸名が、まあ、審査員の耳に届くようになって、あの人さ、なんかよく名前聞くね。あ、この人か。なんか前から出てたな。よくよく見たら、面白いな。じゃあ、ちょっとこの点を上げようっていうのを、別に考えてつけてないにしても、心理的に偶然働くことってあるのかなってのは思いますから。まあ、一回戦敗退してもね、もう圧倒的に、僕は一回戦敗退して、まあ僕、だけじゃなくさ、見に行った時、この人は面白いって何組もいました。この人はもう一回戦敗退レベルじゃないレベルにあって敗退している人。敗退は敗退だよって思うかもしれないけど、やっぱネタの精度っていうのは面白い人は、まあ一回戦落ちようがどうなろうが面白いし、逆に面白くない人は一回戦受かろうが、二回戦行こうが、そんなあんまだけど2回戦行ってるなって人もいっぱいいるわけで、それはまあ運だったり手順だったり見え方、その当日の見え方だったりするから、ここばかりはね。だからそういう意味で言ったら、やっぱり本当に難しいですよ。ある一定の知名度とかがあると、やっぱ安定してきますし、お客さんの賛同率、それ審査員も知っててくれたりとか、去年はこういうネタやってたのとか、いろいろ前情報があると、その上で評価してもらえたりするのでね、だいぶ都合が良かったりとか、ちゃんとネタがしっかり受けて納得の合格する時もあるしね。これは難しいですよね。
もう1、2年目とかね、あの M1 参加して1、2年目ぐらいの時なんかもう日中もハッチも行かなかったし、まあ受けもしなかったですね。本当前列のお客さん、僕なんか M1 一回戦コンビ組んだばっかりの時に参加した時は多分2008年結成だから、あの旧 M1 グランプリですよ。その時にあのシアター D っていう、下手したら50人ぐらい入ったら結構満席になるぐらいの小屋で、1回戦やってたんですよ。今だったらね、今年だったら渋谷シダックソウルってどんぐらいですか、150人ぐらい、下手したら3倍ぐらい広いところでやってんのね。それが満席になってるっていう。当時はあのシアター D のその50人ぐらいの空間、まあぎゅうぎゅうに入れたら100人ぐらい入るかもしれないけど、ぎゅうぎゅうに入れたらねっていう話であって、普通に入れたら50も入れたらパンパンな感じになって、それ、しかもそれも当日あの15人ぐらいしかいないんだよ。それで5人ぐらいちょっと受けたな、だからあの合格かどうか分かんないなとか思って待ってて、あ落ちたか受けたんだけどなとか言ってるのも懐かしく思いったりとかしますしね。だから今年なんか受けた人とかで落ちてる人なんて本当に150人ぐらいいたら7、80人を笑わしたりとか多分してるとは思うんですよね。でもやっぱり俺落ちてても俺現場でちゃんと笑いを取れるっていうのはやっぱり腕がある証拠なので、そこはそんなになんか落ち込まないでほしいし、周りの人も変な、なんだろう、愛のないいじりというかね、まあ、どうしてもお客さんが受けそうだなってので、その1回戦敗退のいじるってのは全然いいとは思いますけど、そのプライベートとか楽屋で無駄にさ、マウントを取るためにいじるっていうのは、思った以上に相手は傷つきますし、そのぐらい大きなイベントですから、やっぱり2回戦に行ったということだけで、あのフリーとかインディーズライブでマウントを取る人がえらい結構いたりとかする。だからこれはどういうことかって、そのぐらいコンテンツが大きいということなんだよね。だからそのぐらい受かるのが難しいっていう、横柄になるっていうのは、横柄な人が1回戦ぐらい楽だけどねとか、誰でも受かるでしょっていうのを言いたいんだよね、結局ね。俺って才能あるでしょ、いや2回戦ですけどっていうね、1回戦とそんな変わりませんけどっていう話ですから、それはやっぱり1回戦は2回戦はすごいですけどね。2回戦より3回戦ね、決勝とか優勝しないと意味がないっていうのはもちろんありますけど、やっぱり1回戦のうちで落ち込むよね。それはそうなのよね。それはもう本当に痛いほどわかるし、僕1回戦敗退で一番悲しい落ち方してると思いますよ。過去 M1 決勝に行きね、2015年に、その後、準決勝、準々決勝、3回戦、2回戦、1回戦みたいに、どんどん、結果が芳しくなく、もう、エントリーも、今年はエントリーできないんじゃないかってね、予測してる人がいたぐらい、もう、そんなさ、もう、いじり方としても、愛も、へったくれもないぐらいの状態ですから、で、なんとか1回戦。だから、下手したらこれもう、参加しない方がいいんじゃないかっていうのもね、ちょっとよぎりましたよ、こちらとしては。だけどまず参加してそこで現場でまず笑いを取ってるっていうのは、俺はもうそれでも十分尊敬に値することだとは思っております。それでいつかはね、受かるともうよりいいかなっていうのは思いますけど、もちろんまだね再エントリーできたりするかもしれませんのでね、再エントリーされる方とか、無名すぎるがゆえに名前を変えて同じコンビなんかが出るって人もまあきっといるんでしょうね。過去まあ同じ芸名で7回とか出てる人もいたのかな、確か。そのぐらいやっぱり M1 グランプリ2回戦で行くっていうのはすごく熱の入ることだし、2回戦行ったら途端に1回戦の人を見下すなんて人も出てくるから、なおさらのことね、1回戦で落ちられないっていう自分のね、芸人生命を奪うような性格の悪い人も出てくる可能性があるからね、面白い人はぜひ頑張っていけるといいなと思うけど、受かんないときは本当受かんないからね。本当こればっかりはね。うん。僕は身をもって知ってるけど。まあまあまあ。でも周りのちゃんとリスペクトしてる人たちは絶対そのぐらいじゃ別になんとも思ってないと思いますので、ね、本人はね、個人は非常にね、ちょっといろいろマイナス面で考えてしまうと思いますけど、勇気を出して。まあ僕にも、自分自身にも言ってますけどね。勇気を出して、取り組んでいければいいかなと思います。ということでございました。以上、新達のゴミラジオでした。ありがとうございました。